みなさんこんにちは今回の授業は方線の方程式について話をしていきますまず方線とはどんな直線だったのかその確認からしていきますねはいここにタイトル名が出てます方線の方程式です方線という言葉遣いは接線に対して対応するものなんです接線に対応するものね今ね ここに白のチョークで曲線 Y イコール FX を書いておきました。曲線 Y イコール FX のイメージですね。そして今、曲線 Y イコール FX の X イコール A における接線を得るとしたんです。曲線 Y イコール FX の X イコール X イコール A における接線を得るとしたわけね。方線というのは,、ね、方線というのはここの接点。 この接点を通過して接線に対して垂直な直線を法線と呼ぶんです接点を通過して接線に対して垂直ここが直角ね九十度になる直線を法線と呼ぶわけ今 X イコール A における接線を L としましたそして X イコール A における法線を N としたわけねそして前回までの学習は接線の方程式を学習してきたわけ はい X、イコール A における接線 L の方程式はどうなったっけゆっくり確認してくださいはい確かこうですよね接線 L は y−fa=f'a×x−a で与えられたわけこれが接線公式ですそれに対して接線に対して接点を通過して垂直な直線方線 n はどうなるか ここ完璧に同じなんです。y マイナス fe 同じですね。イコール傾きが違うんです。接線の傾きが接線の傾きが f ダッシュ a だったのに対して、法線の傾きは黄色波線。ビコビコビコのところね。マイナス f ダッシュ a 分の1になります。そして、その後ろは括弧 x-、a、接線の方程式もかっこ x-、a、ね。はいえ。 接線 l と法線 l の式を上下に比較してください。y マイナス f a 同じ。そして小括弧の中 x 引く a 同じ。接線の傾きは f ダッシュ a。法線の傾きはマイナス f ダッシュ a 分の1ね。なんでマイナス f ダッシュ a 分の1に法線の傾きはな法線の傾きがなんでマイナス f ダッシュ a 分の1になるのかみんな分かってる？そう。二本の直線が直交したとき。 日本の直線が直行したときは傾きの積がマイナス1ね。2直線が直行したときには傾きの積がマイナス1になるわけです。こちらの傾きが F'A ダッシュですから、それと直行する方線の傾きはかけてマイナス1になるから、マイナス F'A 分の置になるわけです。では、この方線の方程式を使った計算問題をすぐに始めていきましょう。 はい、問題1が出てきてますね。問題1。しっかり確認しましょう。曲線 y e の x 上の点1。カンマ e における法線 n の方程式を求めようです。今回の問題はね。非常に親切に与えられてるの。これはね。この問題は曲線 y e の x 上のここね。x =1 における接線の方程式を求めろと言ってるのと同じなの。x =1 における。 接線の方程式を求めろと言ってるのと同じねその時にこの曲線上の点 x イコール1に対応する点の y 座標も x イコール1に対応する点の y 座標の方も親切に書いてくれているわけそうするとね、えー、今回オープニングのところで、えー、説明した方線の方程式がどういう形になるかそこをしっかりと押さえてから問題の回答に入りますまずね、その前に fx というものを設定します fx x イコール e の x 乗とする、はい、オープニングのところはさ y=fx って書いてあったからその f x にあたるものが e の x 乗です。そしてうん同関数が必要なんだよね接線の傾きを計算するためには同関数が必要だから f=e x イコール、e、の x 乗 f'x は e の x 乗です。はい準備ができました。 そうすると今回の法線 n っていうのはどういう形になるかというと、理解？法線 n ね、y マイナスこれ x イコール一における法線で、本当はここは f (1) と一旦書いてみるね、理解？薄く書いてから消すからね。 いいここからね薄く書いてから消すからねそれで消した後の式が整理された式だからね本当は方線 n はこうなるわけ。X、イコール =1 における方線だから y−f 字ねいいかいこれはしっかりと板書してるわけじゃないゆっくり見ててねそしてここにね傾きが入るわけいいかいこれは黒板消しを使って消すからねここに傾きが入るわけ傾きね。 この傾きというのがス f 1分の1になるわけそしてこの後ろがこの後ろがね、x、1になるわけ。イ y ス f 1イコール方線の傾きこれはス f 1分の1になるんですけどもねそしてその後ろが x 1なのはいここの F1 というのはこの E なんだよいいここにおける y ス f 1の F1 は E なんですそうするとはい黒板消し使って消すよ こうなるわけ。一回こうなるわけだ。ここがいいね。はい、この問題のポイントです。はい、今回は接点の座標が一間まいいって書いてあったから。 y 引く e で入れるわけ。そしてここがマイナス f ダッシュ括弧 f ダッシュ1分の1でここの小括弧のところは x 引く1ね。この1が入ったわけ。はい。今回の放線の方程式は接点の座標が1カンマ e ですから y 引く e。そして小括弧内が x 引く1。計算すべきところは黄色の波線。そう放線の傾きはマイナス f ダッシュ1分の1です。はい。では f ダッシュ1を計算すればいいです。はい。 f ダッシュ x、R、ね、ここに1を代入すると、f ダッシュ1は e の1乗になるね。はい、ではここで整理しますよ。 はい、ちょっと影になってて見えなかったかもしれないけども、y マイナス E そのまんまね、えー、ここの黄色波線を計算したんです。ポイントと書いた式の黄色波線の箇所 f ダッシュ1は上の式を見れば f ダッシュ 1= f ダッシュ 1= E の1乗ではい。黄色波線はマイナス E 分の1になりました。あとはどうしたらいいのかな？ はい、これをいつものように Y イコールへと変形していけばいいわけね。はい、しっかりとここ確認したね。しっかりとここ確認したね。寄って N 点点。 ね、右辺の方は展開すると −e 分の1とス1がかかってプラス e 分の1左辺に −e がいたから移行すればプラス e です。はい問題1の解答の流れいいかな方線 n の方程式は接点の座標が1カンマ e と書いてあったから y 低 e 右辺は x-1) が設定される。そしてオープニングのところのポイント、方線の傾きは f ダッシュ分の1。今回は x イコール1で方線を計算するから f ダッシュ1分の1です。あとは f ダッシュ (1) を上の式を使って計算して代入する。あとは y イコールの式へと変形していけばいいわけです。しっかりとこのポイントのところを押さえておいてくださいね。 はい問題２が出てきましたね問題２の文章は問題１と同じようなスタイルです曲線 ｙ イコールタンジェント ｘ 乗の点４分の π カンマ１における法線 N の方程式を求めなさいもうこの点の使い方は分かったね ｙ 引く１そして ｘ 引く４分の π で使えばいいわけ法線 N の傾いて法線 ｌ の傾きだけが必要なわけねいいね 通過点が接点が4分の π カンマ1だから計算上必要なのは方線 l の傾きだけです。そのために f(x) と f(x) イコールそのためにねタンジェント x と置きます。はい y イコールタンジェント x これを f(x) イコールと置いときました。はい f ダッシュ x タンジェントの微分ってどうなりましたっけ？タンジェント x の微分はコサイン二乗 x 分の一、コサイン二乗分の一だったよね。f ダッシュ x はタンジェントの微分だから、f ダッシュ x イコールコサイン二乗分の一。はい。 では方線 n の式を作っていくと先ほどと全く同じだよ。この接点の座標が4分の π カンマ1と接点の座標が分かっているから、y 1 y 1ね、そしてここは今回のオープニングのポイントの形で書いておきます。 はい。法線 n の傾きはマイナス f ダッシュ （4 分の π 分の 1） ね、マイナス f ダッシュ分の1ね。そして、えー、接点の座標が4分の π カンマイシ、x 座標が4分の π だからこの後ろが x 引く4分の π になります。何を計算すればよかったか、f ダッシュ4分の π です。f ダッシュ4分の π はこの上の式で計算できます。f ダッシュ4分の π この脇っちょに、この脇にねとくね。 この脇のところにいいですか？カンマつけてよ。f ダッシュ四分のパイ。f ダッシュ四分のパイね。f ダッシュ x がコサイン四分の一です。この x の場所、い,いかい？この人差し指で指している x の箇所に四分のパイを入れるわけ。コサイン四分のパイの地上。コサイン四分のパイの地上ね。コサイン四分のパイっていくつだったっけ？ コサインここの x に4分の π ここの x に4分の π 代入するコサイン4分の π ルート2分の1ねルート2分の1ルート2分の1ねということはこうなるわけはいここに4分の π を代入するとルート2分の1ねでも事情がついてるからルート2分の1の事情で2分の1分の1です つまり傾きは2なんですいいかいいかな f'x の x の箇所に4分の代入 cos はルート2分の1でも事情がついてるからルート2分の1の事情で2分の1こう半分数処理すれば2。いい ?f' 4分のは2と分かったから黄色な目線が計算できることになります。では n 点々で計算します。 はい、f'4 分の π 倍2ですよはい n の式が出てきましたあとはこれを y イコールに変形しますつまり n ちょんちょん y イコールに変形するよ y イイコールマナス分の、X、ねあとは定数項を処理するんだけどもこちらがマイナス2分の1とマイナス4分の π が掛け合わさってプラス8分の π 左辺の定数項のマイナス1が右辺に移行されてプラス1えー、もうちょっとうまく書こうかもうちょっときれいに書きますねすいません はい、これで少し見やすいかな大して変わらなかったかな y イコールに変形すると y イコールス2分の x+8 プラス8分の π 左辺のス1が移行されてここにやってきました。はいちょっとギチギチになっちゃったけどもね最後のところ。 えー、y イコールに変形して y イコール2分の x プラス8分の π プラス1ね。はい。問題1もまん問題1も問題にもどこが同じだったかこの黄色波線の箇所を計算するだけでよかったわけ。接点の座標が与えられてますからここの放線の傾きマイナス f ダッシュ分の1のところをしっかり計算すればよかったわけです。はい。問題2の解説はここまでとします。 はい今回は法線というものを学習したわけです。このように接線に対して法線という言葉があります。そして前回までの授業は接線の方程式を接線公式としてこのような形で紹介したわけです。今回考えている法線の方程式法線 l の方程式は接線の方程式とどこが違うかここですね傾きです。接線の傾きが f ダッシュ a だったとき法線の傾きはマイナス f ダッシュ a 分の1ね。 そしてここに入っている FA とか A は AFA ねこれは接点の座標になりますいいですかこの FA と AA カンマ FA はこの接点の座標を指しているわけです今回学習した問題一と問題二では最初から接点の座標が分かっていましたからどこを計算したかこの黄色波線の箇所をしっかりと計算したわけですそこをしっかりと押さえて復習しておいてくださいそれではこれで今日の授業は終わりにいたします はい、皆さんお疲れ様でした。